サッカーのワールドカップアジア予選、日本対北朝鮮の第2戦、0対0の引き分けに終わったことはご存知かもしれませんが、その試合の模様などを伝える映像が入りました。飯澤記者のリポートでお伝えします。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の首都、人口120万人の平壌市です。広々とした道路の両側には高層の建物が並び、近代的な都市としての姿を見せています。長く厳しい冬が終わって、今平壌は春竹縄です。桜、桃、梨などの花が一斉に咲き誇り、日本同様お花見を楽しむ市民の姿があちこちで見られました。試合会場となったキム・イルソン競技場です。3年前に大改装され、収容能力は10万人と言われています。フィールドは日本製の人工芝という珍しい競技場です。普段はこのように職場や大学などの体育クラブに開放されますが、使用計画はすでにびっしりと埋まっているということでした。試合の当日を迎えました。セーリングなどでの火傷を防ぐために、人工芝にたっぷりと水がまかれます。スタンドは文字通り立水の余地もないほどの観客で埋め尽くされました。この熱気に包まれた中で試合は始まりました。キックオフは左サイド、赤のユニフォームの北朝鮮。立ち上がりから日本陣内に攻め込みます。10番のキム・ジョンマンを軸に鋭い攻撃です。前半だけで9本のシュートを放ちました。でこれに対して日本は津波のスローインから掴んだこの攻め、水沼のシュート1本だけでした。後半に入っても北朝鮮は右に左にボールを振って攻めに攻めます。ゴールキーパー松井のファインプレー。大声援を送るスタンドの歓声がため息に変わる場面がしばしばでした。固い守りにゴールを割れない北朝鮮、決定的なチャンスにシュートミスが出るなど、次第に焦りも出てきました。後半15分、日本のエース木村が激しいチャージにあって、人工芝のグラウンドに頭から激突。脳震盪を起こして立ち上がれません。担架で退場しました。日本はこの後もよく防ぎました。松井を中心に加藤、石上のバックス陣も相手に競り勝ってピンチを救いました。日本の後半の攻撃は終盤間近に見せた平川のこのシュート1本だけ。シュート数は北朝鮮23本に対して日本はわずかの2本。選手にとっては防戦一方の長い戦いでしたが、ついにゴールを守りきり0対0で引き分けました。戦い終わったその夜、宿舎のホテルでは選手たちが底抜けの明るさを見せました。攻撃の糸口をつかめなかった悔しさはあるでしょうが、90分を耐え忍んだ粘りと精神面の成長が今後期待される貴重な試合だったと言えるでしょう。今この雨あられと降る北朝鮮のシュートを防いでいたゴールキーパーの松井選手、喜びは重なるもんで、今日が結婚式だったそうなんです。それから日本はこれで2勝1引き分け、18日に東京で行われるシンガポールとの試合に勝つか引き分ければ二次予選への進出が決まります。そしてその後さらに3次予選とあって、メキシコへの道のりはまだまだ遠いということです。では、失礼いたします。